ワクサーだから俺、もうロン毛になったらワクサーだから。シナカマンが踊るみなみ風、あのか北国の、ああ北国の春、大根、卵、こんにゃく、白滝、ごぼ天、平天、ロールキャベツ、あとエビ新庄、牛すじ、いいよ見なくて。食い放題800円だよ。このおでんの機械高いんだね。これをいくらで買ったっけな、道具屋筋で。6万5千ぐらいしたのよ、これ。ガスのやつはよ、1万、2万もしないで売ってんだよ。電気が高いんだよ。ああ。
電気は高い。うん。ガスは安いぜ。うん。いや、一旦沸かしちゃえば高温にできるから。うん。6段階ぐらい調整できるから。ダリルありがとう。いつもありがとう。ありがとうございます。するなよ。あ、どこもいらっしゃい。ヘッドライト。めんつゆの腕のつけ方俺よくわかんねえや。やれねえことはないだろうけど。じゃあだからめんつゆおでんはだから誰かさんが言ったからでしょ。あ、出し割りね。でも出し割りだと飲みすぎちゃうからダメだね。幸せのヘッドライト。でもよ、まあお客さん来てくれたら嬉しいけど、来なきゃ来ないでよ、ここ座ってよ、なんかぐだぐだ言ってのもいいな、悪くねえな。うん、だそれはもちろんね、来てくれたら。でも逆にはさ、自分ら お客さん来ると俺コメント読まなくなんじゃん。そうでしょ。うん、払えなきゃ労役行ってくるしかねえだろっつってんだよ。南警察。あ？南警察じゃねえか。南、いや読めねえよ。労役行ったら家賃払えんの？まあ、家もなくなんじゃねえの？いや。だから払うまで拘束されるっていう、そういう捉え方じゃないんだよ。うん。もうさ、家もうないじゃん。まあ、お前らもうこの間ギブっただろ。ああ、めんどくせえやつだったな。まあ、会うことはもうないと思うけど。そりゃそうだよ、人引っ張られたらやっぱりそれなりにな。うん、いやドヤ街放送ってもうドヤ街なんか言ってるんだったらもうその時点でな、放送なんかできるわけねえだろうがよ。ワンパンチマンだからね。そう、一発だけぶん殴ったんだけどね。
穴折っちゃったんな、ダメだよな、やっぱな、そこは手加減しねえと。無言になったけどね、ぶん殴った後張り合ってないから、ただ一発だけだ、うっせえなこいつ。罰金と示談金とかだったらトータルでもっと払ってんじゃねえか俺、1000万まではいかねえけど。悪だよ俺は、かっこいいと思ってないよ、全然。お金作るわ、うまいな酒が。いや、やることがダサいかどうかじゃねえけどさ、自分の名前売りに佐野に絡んできたパータローもどうかと思うけどな。体張って大したもんじゃん、バカは。まあな、今年はな、いろいろあったけど、来年は、その分いいんじゃねえか？あんたたち行くわよ、ケビン。高級車買っても俺免許ねえから。どうす、ちょっとさん、いらっしゃい。切りましたね。そうだね。ご心の、これ前川球児だろ。お笑いはいらないよ。別に。どうせ私は噂の女、今の関水ってあるんですかね。知らねえな、俺だって刑務所一回しか行ったことねえから。
次なんかやったらいけますね。それさ、前回の時も言ってたじゃん。俺別に弁当持ちじゃねえから。なんせでもよ、今日だっけ、あれ24だったな。あの伊勢やなんとか、昨日か今日だっけ、どっちだっけ。2年4年か。初犯で執行猶予だろ。一段だった。お、誰の見たんだろう24って。うん、あ、24はあれだ、のぼるちゃんだ。で、もうすぐ執行猶予、今年の9月かなんかで4年は。私の声とお前渡してあざすって言ってるところです。よかったね、 YouTube にじゃあ上がってて。うん、ね、何しに来たの。味のしねえ雑煮食って何しに来てんだよここには。おい、バカが、来んなよもう。俺、おめえにお願いして来てもらってねえんだよ。ああ、酒を飲みに行きました。だからもう来なくていいっつってんだよ。分かった、分かったんかよ、そばこの野郎。何しに来てんだよこの野郎。おい、だからもう二度と来ることはねえんだからな。え、俺だって年末切れたことなんかないよ。だってこれから新年迎えるときに、なんで俺が切れなきゃなんねえんだよ。お前ただで蕎麦も食ったの。ずるずるしい野郎だなこの野郎。だから5万円、だから5万円だ。5万円が惜しかったのお前。え、俺が5万円だよって会計言ったわけじゃねえだろっつうの。お前の気持ちで置いてったんじゃないの。なんだ、気持ちなくなっちゃったのか
寂しいな。じゃあもう俺との関わりはないな。うん、だからもうコメントもしないでな。うん、ありがとう。どういうことだろう。うん、だからもう俺のことに来ることないんだよ。気持ちが切れちゃった。もらったんじゃねえの。だっていちいちな覚えてねえよ。うん、いやもういいです、結構です。もう語んないで。いやーもう全然チャーハンの話なんてないです。12月の31日に俺がチャーハン作った記憶はないです。ごめんね。何でもかんでも聞いたふうな話してんじゃねえよ。おい、待った、もうこれで嘘がバレてんだ。はい、お疲れさん。アンチもよ、あの手この手で言ってくるけど大変だね。悪いんだけど12月31日に俺が年越しそばと開けて雑煮作るとき、ここ全滅なんだよ。全滅っていうか全員座ってんだよ。そんな時に俺がチャーハンカンカン作るわけねえだろうがバカ。おい、あ、作ってねえよパータローが。マスカラありがとう。だからお前の嘘はどうでもいいよ。もうアンチが捏造もかますのはいいけど、これからの話しようよ。じゃあね、永谷園じゃなかったです。おい YouTube 見てよな。俺んとこ荒らしに来んのやめろ。おい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 、アンチが増えてきたよバカが。じゃあまたミュートでよろしく。悪いんだけど1時間ぐらいミュートすっから、さよなら、我慢してな。